さ12月1日本日も金次郎のお父さんのお昼のお弁当の時間です。今日はメインディッシュが、紅鮭とブロッコリー、そして白オクラ、もやしとキャベツの炒め物をのせたご飯、そしてサラダが香辛大根、そして、里芋、人参の煮物で、レタス、それから、デザートが、よく見ると白いのが菊芋のスライス、そしてバナナ、チョコバナナ、ココアまぶしたチョコバナナと、それとブルーベリー、このでっかいのがプルーン、これがデザートです。これをこれから食べて、お昼からもまた頑張ります。ではいただきます。